生まれ変わった新型セレナに試乗してきました。新型セレナです。すっきりかっこよくなりましたね。あと空力にも相当こだわっているらしい。なんと開くんですね。開け閉め相当軽いです。これはいい。でこれはハイウェイスターというモデルですけども、このシートの肌触りいいよ。あとこういう質感もとても高級感があって、なんといってもこのインテリアの雰囲気いい感じですね。ここはねトレーになってて、ちょっと滑りにくい素材になってます。ビューンと来ると、でここには100ボルト、1500ワットで、この USB の A と C が両方あるってのもいいですね。で携帯がここで充電できると。これ乗り降りもねいい感じですね。しやすい。後席チェック。おう。でね、ここにもねポケットがある。こういうちょっと携帯を入れておくとかね。こっちにもポケットがある。でここには充電ができるポートがあると。これはねいろいろ本当に至れり尽くせりな感じですね。はい、サードシートにやってまいりました。なかなかここいいんじゃないの。この状態になっていれば楽ちん。これは寝れるね。ちゃんとこう感覚が変わるようになってですね。相変わらずハンドルはすごい軽いです。まあこれは日産アジとして受け入れましょう。正解。車軽やかですね。ブレーキの感じもタッチがすごいナチュラル。ステアリング系のシステムが変わって、しかも互欠になったというところで、かなり、走りの質感っていうのはグレードアップしてます。安っぽさが消えた。走りがついてきたと。だから商品性も高くて、で、そこで走りも車ですからね、走りが
安全で快適な走りっていうのが、まあ、とても重要なんですけど、ちょっと回るわ。そこがしっかりついてきたっていうのは、もうこれは無敵じゃないですか。さあ今度は E パワーです。今エンジンかかる音が取れましたね。でも全然このぐらいだったらいいんじゃないですか。トラコン聞きながらスタート。感じないと思うんだけど、今は一人乗りでフラットですからね、これでね5人乗り7人乗りの状態で、それなりに荷物も積んだってことを考えると、この動力性能っていうのが、あってよかったなって思う時がきっとあるはずです。間違いなくあるはずです。でプラスこの制動の性能、シートのホールド性、そういうのも、そんなもんこういう車にいらないでしょうって思ってる人は意外と多いんですけど、そんなことはないです。あ、こっちの方は全体的になんかどっしり感が出てるな。 E ペダルは本当に運転しやすい、好きです。 E ペダルで、その制御がさらになんかその神経質なところがなくなったっていうか、まあ、最近の日産車、新しい E ペダル付きはみんなそういう方向になってますけど、ちょっとした操作に対して反応しすぎるってことがなくなって、で踏み込んでいくとしっかり加速をしてってと。まさに洗練されていってる感じです。低速域でのスピードコントロールもとてもしやすいです。でここからドンと踏む、エンジンかかりました。エンジン結構高回転で回ってますけども、意外とエンジン遠いです。聞こえてくる音はなんかすごいクリアな、サウンドなんで、なんかね、雑味がないのでうるさいと感じにくい。結構このコースね、路面を、荒らしてあるところがあって、ロードノイズも変われば、あとはその横地がかかってるところでのうねりとかね、車にとってとっても厳しい条件がいろいろ仕込まれてますけども、こういう一番悪いところで、一番やってほしくないような動かし方をしても、今一発で収束してるでしょ。あとはそれ以外、今あんな派手なことをやらなくても本当はいいんだけど、派手なことはやらないと何事も起きてないようにしか見えないというのが、この車のなかなかイケてるところだと思います。この走りの良さっていうのはね、別に E パワーだけのものではないです。基本性能からドンと上げたねっていう感じは十分にあります。ガソリン車の方はこの車よりも随分値段安くなると思うんですけども、あっちだって E パワーに乗らなきゃ
何の問題もないぞと。十分走りのいい、進化したセレナだと思うんですけど、こっちのチャートね。エンジンはこれはね、日産初の発電専用エンジン HR14D で E って言います、はい、この E がつくのは、はい、その意味で E パワー専用ですっていうことを示しています。で、まあ、E パワー専用乗ったっていうだけでなくてですね、はい、今回その、まあ、1.2 リッターから 1.4 に上げるにあたって、まず一番最初大きいのは直噴です。はい、あの熱効率を上げるために直噴にしてます、はい。それから排気量を上げるのも普通はまあボア上げたりすることもできますけど、うん、こいつはストロークを上げることで排気量を上げていて、まあボアストヒっていうやつが、うん、あの理想の 1.2 ぐらいになるようにしてあるんです、うん、なので熱あの燃焼して膨張させる工程が長いですから、はい、その分だけ熱効率が良くなると、すぐに捨てに行かないとです、はい。であと E パワー専用ということで、あの従来やっぱりその従来のエンジンにあるところで大きく違うのはスターターモーターの穴がここに開くんですけど、はい、それも塞いじゃって、なるほど、パワートレーンの防水上がるようにしてますし、うん、それから高回転結構使うんで、やっぱり今あの最大馬力のところですね、はい、その時にシャーンと回るようにあのバランサー入れましたし、はいはい、それから大きいのはこのフライホイールのところが、うん、ちょっとこちらから取ったバットだと思います。はい、こうボルトの頭がこのプレートのここに、あ、これそれです、はい、それはい、ここのボルトの頭あるようにですね、はいはい、フライホイールがいわゆるその中鉄のマスだけではなくて、はい、薄いこういうプレート厚さ 3.2 ミリのプレートにくっつけ、ついてるんですね、マスが、うん、そうするとクランクとフライホイールが分離されてるので、クランクの動きがそのままフライホイールとともに一緒に動かない。うーん、そうするとブロックをこう振動させないんですよ。揺さぶらないと。揺さぶらない、うんうん、なのでシャーンと回る。4気筒なんかでよく6000とか7000とかだとグーッとかって言うじゃないですか、あれがまさにそれで、なるほど、これつけると、うん、それがスッとなくなります。へえ、でもレスポンス的には悪くなる。まあフライホールなんで、うんうん、レスポンスあれですけど、まあ、うん、E パワーの場合は、うん、まあそれがいらないからね、この場合はね、必要ないので、はいはい、あのむしろ高回転でずっと回ってる時に、うん、音が振動が低い方がいい。なるほど、はい、あと面白いところで言うと、まあ E パワーですから、あの、はい、もう補給ベルトもなくて、はい、あの電動のウォーターポンプで、うん、エアコンのコンプレッサーもベルトでは回さなくてよくて、電気で回してますというようなところですかね、はい、うん。重量的にはどうなんですか、このエンジンのサイズとか重量は。これはもともとそんなに重たいエンジンじゃないので、はいはい、あのそんなに重たくないと思いますし、まあオールアルミですし、うんうん、あの非常に軽くできていると思いますよね。